激レアアイテム、ロレックスのヴィンテージサブマリーナ5512のサークルミラー、コレクターズアイテムの登場です。ロレックスを代表するスポーツモデルとして人気の高いサブマリーナ。サブマリーナの中でも特に人気の高いヴィンテージモデルとして君臨するのがこの REF5512。 1960年代に登場したリュージュナードを初実装したモデルです。ドーム風貌、ブラックベゼルのシンプルで精悍なフェースは多くのロレックスファンを魅了しました。本品は1963年製造の5512の初期ロット、ヴィンテージモデルにあたります。ダイヤルは2ライン、ゴールドレター、サークルミラーのギルトダイヤルとマニア水前のバリエーションです。下部の深度表記は 200M660FT のメーターファースト6ドットです。おなじみメルセデスハンドとのコンビネーションで夜光の焼け具合も揃っています。ベゼルはタイプ2のロングパイプ、ミドルケースは PCG ポインテッドクラウンガード、いわゆるとんがりリューズガードで、ミドルケースのエッジも綺麗な両個体です。ムーブメントは自動巻きの CAL1530、 精度と耐久性のバランスが取れた信頼性の高いムーブメントです。ブレスレットはバックルが飛び出す王冠タイプの3連リベットブレス、コマの両サイドに両リベットがついた人気のブレスレットで、共に同年代を過ごしたアンティークブレスレットになります。流通するモデルは極端に少ないレアアイテム、これほどのコンディションのものはなかなかお目にかかれないかと思います。所有欲を満たすコレクターズアイテムとしておすすめです。コンディション、自動巻き、スクリューリューズ、ローターの回転、リューズの巻き上げ感は軽快です。締め込みも問題ありません。外観、文字盤は画像の通り全体的に劣化していますが、年代なりのヴィンテージ感があります。夜光は焼けています。ケースは経年の擦れ等がありますが、当たり傷などはなく概ね良好です。風防、プラスチック製のドーム風防です。軽い線傷があります。ブレスレット、3連リベットブレス、 REF7206FF80 クラスクコード63年1期、11コマ、最大 19cm 前後です。付属品、本体のみで付属品はありません。日産、タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。サイズ、ラグ幅は 20mm、 ベゼル径は約 39.5mm、 縦ラグからラグまで約 47mm、 厚さ約 14.5mm です。時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りします。